でこの間、ちょっと私とここ南関東ブロックから押していただいた高谷亮で大石明子3人で小沢さんとこご挨拶行ったんですよ国会始まってからね遅ればせながらでいろいろお話をしてて、まあ、いろんな冗談も交わしながら。 またそんなこと言ってたらあの後ろで小沢が糸引いてるとか言われちゃう,言われちゃうかもしれませんねみたいなこと言ったら糸引いたって言うこと聞かないじゃないかって小 <laughs> <laughs> 沢さんが <laughs> おっしゃったのにまた大笑いしたみたいな、ええ、もうそんな後ろから糸、ね、引くような,なんか人をうそういうふうに動かそうとするような人じゃないですはっきり言ったらはっっきり言ったらねあの自分で決めろと。 だからこれまでのキャリアの,あの小沢さんと一緒にやってきたキャリアの中で怒られたことは一度もない命令されたことも一度もないそんなアプローチの仕方しない。